次に豊川誠議員に質問を許します豊川誠議員私は公明党の一員として先に通告した内容につきまして順次質問をいたしますはじめに 医療費、介護給付費の抑制について質問をいたします。我々が健康に問題がない状態で活動的に暮らせる期間を健康寿命と言います。一言で言えば寿命の質に着目して健康に暮らせる期間を表す考え方であります。平均寿命はゼロ歳児がこれから生きるであろう年数を表しますが、 その寿命の中で健康に暮らせる期間が何年あるかを表すのが健康寿命であります WHO ・世界保健機構では平成12年に初めてこの主要指標として健康寿命を発表しました日本では厚生労働省による平成24年度改訂版健康日本21に新たな目標として健康寿命が盛り込まれました その中で、健康寿命を平均寿命の伸び率以上に伸ばすことを目標に掲げられました。日本の平均寿命は、統計的に残るデータとして、大正10年の男性42.06歳、女性43.20歳、昭和10年は男性は46.92歳、女性は49.63歳であり、終戦直後の昭和22年では、男性は50.06歳、 女性は歳であります日本は人生50年の時代でしたその後高度経済成長に伴い栄養状態が良くなり医療の発達や衛生の向上などによってわずか半世紀で寿命は30年も伸び今や人生80年の時代を迎えましたさらに100歳を超える長者番付者も昭和38年には158人に対して平成10年には1万人を超え 現在では5万人も,も超えている。ちなみにあのお茶の間の人気番組の『サザエさん』の放送会社は昭和44年であり磯野波平は当時も今も54歳の役柄を演じています約半世紀の歳月でこうも違うことがわかるかと思いますその一方で長寿の代償となるように認知症疾患や要介護高齢者高齢者の一人暮らしなど の問題が増えてきてきいますこうした中で寿命を延ばすだけではなくその中身が大事なのではないかと寿命の質が問われるようになり健康寿命の考え方が近年注目されるようになってきましたいつまでも健康を保ち生活の質の面においても満足できる人生を送りたいというのが万人の願いを込められておりますそこで注意したいのは 食事や入浴など身の回りのことを自立して行えることだけが健康ではないということです。例えば、病気や障害を持っていたとしても、自分の気持ちが前向きであり、自らのモチベーションを高めていくことができれば、それは健康であると考えられます。つまり、健康寿命とは、自分が健康だと自覚していられる期間という意味合いが最も大切と言えます。平成 24年度の日本の平均寿命は男性は79.94歳女性が86.41歳でした一方健康寿命は男性は70.42歳女性が73.62歳です平均寿命健康寿命ともに日本は世界一です一方では寝たきり老人の数も世界でトップクラスでありますヨーロッパの福祉大国であるデンマークやスウェーデン さらにはアメリカやオーストラリアでは寝たきり老人はほとんどいないと言われております。その違いは何か、つまり日本の医療の発展と終末期の考え方に差があると言われています。また欧米では一度障害が起きても諦めずに再び元気を取り戻すケースが多いとも言われております。毎日障害が起きた場合でも障害を受け止め、障害と共存していく姿勢を持ち、その中で自分にできる趣味や 興味の対象を探し、実践することが健康寿命を伸ばすことにつながっていくものであります。そこで、健康寿命の全国第一位は静岡県であります。静岡県の健康寿命は男性71.68歳、女性は75.32歳で、全国平均の男性70.42歳、女性73.62歳を上回っております。ちなみに、福島県の健康寿命は 男性は六十九点九七歳、全国第三十四位です。女性は七十四点ゼロ六歳、全国十六位であります。静岡は全国一のお茶の産地、お茶の消費量も日本一であります。お茶に含まれるカテキンはコレステロールを下げる効果があるとも言われております。また、静岡県は魚や野菜、米などの地場の食材が豊富で、食生活が豊かです。 温暖な気候をプラスに影響しているものであります健康寿命に必要な環境が揃っているのかもしれません神奈川県や岡山県などでも近年健康寿命日本一の目標を掲げ事業推進の動きがあります健康寿命への注目度は年々高まっていますさらに静岡県では今年度全国で初めて県内共通の特典カード富士の国健康イきイきカードを作り 現在、県内の協力店、サービスを受けられるようにするために、参加自治体や協力店が増えるよう、積極的に事業を働きかけております。この県内の共通の仕組みは、全国知事会先進政策バンクでも紹介をされております。また、健康診断の受診やスポーツ活動への参加などで、ポイントを貯めると、特典を利用することができる取り組みが注目されております。 日本一健康文化都市を掲げる茨城県つくば市、埼玉県行田市、兵庫県豊岡市、静岡県袋井市などでは、健康づくりを活動ポイントに換算し、公共施設の利用権と交換することができる健康ポイント制度を平成19年度から実施しております。これは先進的な事例でございます。そして健康日本21健やかな生活習慣国民運動にも紹介され、 一定の効果が出ておりますまた政令市の中で最も高齢化率が高い北九州市では平成21年度に政令市としては初めて健康ポイント事業を導入しました40歳以上の市民が市が認めた運動教室や健康関連のイベントに参加したり健康診断を受診したりすると景品と交換できるポイントシステムを実施今年度からはより充実を図るため 会ごとにネットワークを持つ市社会福祉協議会に委託をして、ポイントの対象となるイベント数を倍以上に増やす取り組みをしております。そこで、最も大事な市民参加型の運動とは何か、それはズバリウォーキングであります。健康寿命を阻害する生活習慣病、その予防改善は、脂肪を燃焼させる有酸素運動が効果的であります。 特にメタボリックシンドロームを予防・改善させ、内臓脂肪の過度な蓄積を防ぐことが最も重要です。その内臓脂肪を減らすには、食生活の改善とともに、体に酸素を取り入れて脂肪を燃焼させる有酸素運動が必要でございます。特にウォーキングは足腰への負担が少なく、続けやすいことからおすすめの運動です。 またウォーキングにはストレスを解消する効果があることもメタボ対策に有効とされる理由です。本市もウォーキングコースの整備や地域ごとのコース紹介そして何よりもその効果があることを存じているわけであります。以上の健康寿命を伸ばしていく観点から以下2点の質問を行います。はじめに市が本年3月に作成した健康若松21計画では誰もが健康で生き生きと暮らすことができることを目指し 市民一人一人が生涯にわたり、自らの健康状態を自覚し、主体的に健康づくりに取り組むこととしていますが、その結果として、医療費の、医療費と介護給付費の抑制にどうつながっていくのか、見解をお示しください。二点目は、医療費や介護給付費の抑制を目的として、健康ポイント制度の創設を行い、市民の健康受診率の向上、健康づくりに意識的に励み、 そして要介護者を抑制すすべきと考えます地域のコミュニティや地域経済の活性化など、町づくりや人づくりにつながっていくため、具体的に特定健康審査や、健康講演会や介護予防事業への参加、そして介護施設などでのボランティアに参加を通して、また本市が推奨している健康づくり事業であるウォーキングへの挑戦し、目標達成に応じ、ポイントを得ることができる、そのポイントを対価として、 市指定の施設利用権などと交換できる制度創設を主として事業化すべきではないか、その見解についてお示しください。次に、地域包括ケアシステムについて質問をいたします。地域包括ケアシステムの構築は、高齢者が生き生きと暮らせる地域社会の実現を基本理念とする藍住若松市高齢者福祉計画第5期介護保険事業計画の目的であります。 それはイコール地域包括ケアシステムであると思います。介護が必要になった高齢者も住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるように住まい、医療、介護、介護予防、生活支援の5つのサービスを一体的に受けられる支援体制のことであります。段階の世代が75歳をを超える平成37年2025年にに向け速やかに導入を のの政府の社会会保障制度改革国民会議も報告書で指摘をしております病院に長期入院する高齢者が増えれば、必要な治療が受けられない人が増えてしまう、高齢で認知症や慢性疾患を抱えても、地域で暮らせる仕組み作りは、本市にとって急務となっております。本市の高齢者の割合は、現在の25%から、平成47年には35%に高まると予想されております。 日常生活に支援や介護が必要な認知症高齢者も増えると見られておりますただ、高齢者の総数はピークを過ぎると長期的には減少していくため、入居型の介護施設を多く整備すると供給型になることが予想されます。本市の第5期計画のニーズ調査の中でも、介護を受けながら自宅で暮らしたいと望む高齢者が7割を占めております。 在宅介護を軸に整備が強く望ままれているところでありますそして今後の実現で課題になるのが医療や介護をはじめ5つのサービスを必要に応じて届けられる提供体制の整備と医師と福祉専門職などの連携こうした体制があれば大病を患った高齢者の多くが早く退院しそしてリハビリ施設などを経て再び自宅で生活できるようになります。 国もおおむね30分以内に必要なサービスが提供できる環境を目指しており各地の地域包括支援センターには調整役が期待されているところでございます在宅介護を広げるには低所得者も利用できる高齢者向け住宅の整備も急務でありますまた介護保険財政の逼迫が予想される中民間ボランティアの力が必要であり地域のネットワークづくりとした人材の発掘も そそしししてて、育成も急務でありりままます。す。のの体制構築に当たたい質問をいたします高齢者に対して国は要介護状態になっても住み慣れた地域で可能な限り自立した日常生活を営める制度を構築するそのことを地域包括ケアシステムとしていますこの制度に対する認識をお示しください第5期介護保険事業計画そして今後策定に入る 第6期介護保険事業計画との地域包括ケアシステムの関連性について、市はどのように捉え、事業計画を立て、取り組もうとしているのか、その認識をお示しください。子ども、障害者、そして高齢者の福祉計画を包括する地域福祉計画の策定が予定されております。地域福祉計画と地域包括ケアシステムの関連性について、認識をお示しください。施設入所や病院などの入院ではなく、 施設などで提供される安心安全を日常生活検疫という地域で実現する仕組みが必要とされております。施設の安心安全を医療と介護の連携体制を地域で確保し実現することでありますが、これら地域包括ケアシステムの体系構築への認識をお示しください。医療と介護の連動は、 かかりつけ医や病院などと連携した24時間365日切れ目ない在宅医療の往診や訪問診療の充実が必要で、24時間活動する定期巡回、随時対応型訪問介護、看護、そして通所訪問、宿泊がセットとなった、小規模多機能型居宅介護に、看護を連携させた複合型サービスの拡充が必要であると考えますが、 その認識についてお示しください。平成25年8月から認知症施策総合推進事業が行われております。医療と介護の連携について、そこから見えてきた効果は何か、その見解をお示しください。地域包括ケアシステムにおいて、地域の関わりと地域の体制づくりは、地域包括支援センターが中心となって行うが、このシステムでは、県域ごとの地域の特色を生かしたものが出来上がるのかどうか。 また地域包括支援センターは介護予防支援、要支援者へのケアプラン作成、総合相談支援、権利擁護、地域ケア会議の開催など通じた幅広い業務活動を行っていますが人材と財源は十分なのか市の認識をお示しください第6期介護保険事業計画の作成におけるニーズ調査は地域包括ケアシステムを包願した 計画策定が必要であると考えますその地域包括ケアシステムの実現を支えに入れた計画策定の認識についてお示しください以上、壇上からの質問を終わります市長 豊川誠議員のご質問にお答えをいたしまはじめに健康福祉政策のうち医療費、介護給付費の抑制についてであります。市はこれまで健康若松21第1次計画に基づき市民が住み慣れた地域で生き生きと健康で暮らしていけるよう生活習慣予防をはじめとした各種健康づくりに取り組んでまいりました。現状では1人当たりの 国保医療費や伸び率につきましては、国、県を下回っておりますが、健康づくりによる医療費や介護給付費への抑制効果につきましては、健康づくりを通して得られます各種データを中長期的に分析する必要があることから、今後、これらの検証作業を進めるとともに、引き続き第二次計画の重点目標である生活習慣病の 発症症予予防防と重症化予防に努めてままいります次に、健康ポイント制度の創設についてであります。本心におきましては、これまで集団検診会場での野菜販売のほか、温泉宿のご協力による健康朝食や、温泉入浴割引などの提供など、地域資源を活用した独自の取り組みを行いながら、 健康意識の啓発に努めてきたところであり、今後もこれらの取り組みを拡大してまいりたいと考えております。なお、健康ポイント制度の創設につきましては、他県での実施状況や効果、課題などを検証しながら、研究してまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については、主観者よりお答えを申し上げます。 健康福祉部長お答えいたします初めに地域包括ケアシステムへの認識についてであります本市におきましても全国的な傾向と同様に高齢化の進展とそれに伴う認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加が見込まれております地域包括ケアシステムを構築することによって地域において医療介護予防住まい 生活支援といったものが一体的に切れ目なく提供されることは、より多くの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることにつながるものと認識しております。次に、地域包括ケアシステムと介護保険事業計画との関連性についてであります。第5期介護保険事業計画におきましても、地域包括ケアシステムの実現につながる認知症支援策の充実や 医療との連携などを重点施策として取り組んでまいりました第6期計画の策定に当たりましてはこれまでの取り組みをさらに充実しいわゆる団塊の世代の方が75歳以上に達する2025年の社会にも対応が可能な地域包括ケアシステムの実現を念頭に置き計画の策定を行ってまいりたいと考えております次に地域福祉計画との関連性についてであります 地域福祉計画は子供、高齢者、障害者など分野別福祉計画の基盤となる計画でありかつ既存の福祉制度等で対応が困難であった課題に対応するための地域での支え合いの仕組みづくりを目指すものであります地域福祉活動の活性化につなげるためには民生員、児童員地域包括支援センターや社会福祉法人など地域の関係者や関係団体とが一体となった 地域包括ケアシステムの構築が必要であると認識しております。認識しておりますので、両計画の策定に当たりましては、連携を図りながら取り組んでまいります。次に、地域における医療と介護の連携体制についてであります。地域包括ケアシステムの構築には、24時間365日、必要に応じた訪問介護や訪問看護、在宅医療等が切れ目なく提供される 医療と介護の連携体制が必要不可欠であり、高齢者が住み慣れた地域において安心して暮らせることにつながるものと認識しております。次に、定期巡回随時対応型訪問介護看護等の拡充についてであります。平成24年度の介護保険制度改正により新設された定期巡回随時対応型訪問介護看護や複合型サービスにつきましては、 介護が必要になった方を地域で支えるため、医療と介護の連携を図ることが可能なサービスであると認識しております。そのため、本心におきましては、定期巡回随時対応型訪問介護看護1事業所、複合型サービスを2事業所指定したところであります。今後とも、開設を希望する事業者に対する相談及び指導を通して、両サービスの拡充を図ってまいります。 次に、認知症施策総合推進事業の効果についてであります。本事業に基づき、本年8月より認知症地域支援推進員を配置するとともに、医師会との協議や認知症施策アドバイザーの移植を実施し、そうした取り組みが認知症の早期発見や適切な介護、医療等の支援が切れ目なく提供される医療と介護の連携体制づくりにつながっていくものと考えております。今後は 認知症医療介護連携推進連絡会議の設置や多職種連携推進のための研修会等を実施し、さらなる連携体制の強化を図ってまいります。次に、地域の特色を生かした地域包括ケアシステムの構築についてであります。住み慣れた地域で安心して暮らせるための介護予防や生活支援の事業を総合的に展開するためには、高齢者の実態や地域の実情に応じ、 地域と一体となって取り組むことが重要であることから、住民主体の取り組みや地域資源の活用を図りながら、地域特性に応じた地域包括ケアシステムの構築に取り組んでまいります。また、地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの中核的役割を担っているものと認識しております。このことから、国の制度改正の動向を踏まえ、次年度における第6期介護保険事業計画策定に向けた検討の中で、 地域包括支援センターの機能強化についても検討を行い必要な対応を図ってまいります次に地域包括ケアシステムの実現に向けた第6期介護保険事業計画の策定についてであります高齢者が健やかに暮らせる環境づくりや要介護状態になっても住み慣れた地域で安心して生活が続けられる社会の実現に向けてニーズ調査や地域包括ケア会議などによる 地域課題の調査、分析結果等を踏まえながら、身近な地域において高齢者の自立支援に資する質の高いサービスの提供を図り、地域包括ケアシステムと一体となった計画策定とすることが重要であると認識しております。以上でございます豊川誠議員一定の 答弁をいただきましたので何点か再質問の方をさせていただきますまずあの健康ポイント制度の大項目の方で質疑をしたいんですがまず医療費と介護給付費をどう抑制していくかということがこれ非常に大きなこれは健康21の1次も2次も課題であるというふうに思っておりますあの先般ですね厚生労働省も 国民一人当たりのいわゆる医療費、初めて年間30万円を超えたという報道がございました。で会津若松市も今現在、28万円台を今、推移をしているというふうに思っております。さらに、介護給付費についても、先ほど答弁ございましたが、約23万5千円台を今、推移しておりまして、これについては全国平均より上回っているというのが実態だというふうに思っております。まともあれ 今回のこの健康長寿という観点で、介護費、さらには医療費をどう抑制していくかということに、照らし合わせると、やはり健康に暮らしていくということが大前提であって、そしてそれには、やはり健康、若松21でもお示しされている生活習慣病をどう予防していくかということが課題ではないのかなというふうに思うんですね。その上でちょっと2点ほど質問させていただきたいというふうに思います。 まずその、生活習慣病を見つけるには、特定健康診断を受診してもらわないといけない、そしてデータをきちっと出す、そしてデータを分析をし、そして保健師さんが指導に入る、そして本人の努力が必要だという、このサイクルが必要だというふうに思うんですね。でえー、特定健康診断の受診率、約42%台を今推移しておりますけれども、特に、 40代、50代の方々の男性の方々が、その受診率が2割ぐらいが今現状だと思うんですよね。この方々が、やはりこの保健師さんのエキスパートなこの指導体制をしていただくためにも、そして今回、庁者のお、なんてんですか、あの表彰制度で、えー、健康増進課の保健師さんが表彰された新聞にも載っておりましたし、素晴らしいことだと思うので、この専門性の長けた ああ保険資産の指導に繋げるようなこのまあ、いわゆるですねあの特定健康診断の受診率の拡大と啓蒙のあり方について再度の質問をしたいと思います。でもう一点社会保障あ社会保障じゃなくてすいません社会保険から国保に切り替わる方例えば今年のですね6月には富士通の方々が大量にこれ退職されて。えー 二継続された方もいらっしゃれば、国庫に加入された方もいます、そしてもう一点は、生活保護世帯の方々に対する保険指導、社会保険から国庫に代わる方、生活保護世帯の方々に対する、まあ、いわゆるこの指導体制というのは、どんなふうに構築体制をしていくのか、まずこの2点についてお伺いいたします健康福祉部長。 二、えー、点ご質問いただきました。えー、まずあの生活習慣病への対応ということで、えー、検診の受診率向上と保険指導のあり方というご質問だったかと思います。えー、確かにあの、えー、検診受診率四十二パーセントは。えーえー そう高くもないわけですが、低くもないということで、えー、多分13市の中では上位の方に入っているということで、えー、毎年少しずつ上積みをしております、えー、保健指導に、えー、かかる人も結構多いわけでございますけれども、えー、何にして、検診を受けていただいて母数多くしなければ、発見率も少な,く少ないままだということがございます。でえー、その両面から今あ 議員からご案内ありました保健師のあり方を含めて体制整備を昨年から行ってきておりまして今保健指導率は目標値をはるかに上回るもしかすると60円ぐらいに近づくのは間もなくじゃないかというぐらいまで来ておりますそのぐらいの頑張りがあるということは結果として出てきますのでおそらくあの今医療費のご案内あったわけなんですが今 24年度決算状況で見ますと、県内13市の中で医療費の金額は、伊豆若松市は一番低いという状況にございます、えーまあ、あの県内全市町村の中でも10倍以ないというような状況にございます、これはあの平成21年ぐらいから特定健診が始まっているわけですけれども、徹底したやっぱり対応を図ってきた効果と。 いうふうに考えてございまして、えー、保険指導を実施するにあたっては、従来型のお町の姿勢からアウトリーチ、外に出ていって積極的な展開をするということは、これはあの、議員ご自身も感じておられることだと思いますけれども、そういった対応を図りながら、えー、健康な人を増やしていく、これがやはりあの保険者としての一方の仕事であろうというふうに考えてございます。えー、それから社保からら社保保国あるいは 社保から正保国保から政保、生活保護のに移られた方への指導ということでございますけれども、特に、えー、退職されまして、社会保険から国保に移動された方につきましては、退職医療ということになるわけでございますけれども、非常にその症状が悪化して、指導率が高くなっているという現状がございますで。こういったものに対してはあの特 特別なあれはないわけなんですが、えー、中止しながら保健指導、あるいは検診受診勧奨をやっていく。これが一つのお、えー、我々のスタンスかなというふうに考えてございます。それから生活保護の方につきましては、これは国保ではないもんですから、えー、国の施策として健康増進化の事業として、えー、徹底した指導をや,やろうとしているわけですが、まず、えー 受診率向上、これを最初に目指す必要がある、そういった中で、え健康指導、食生活、食習慣の指導等々、これをやりながら、あ健康増進に結びつけていきたいと、こんなふうに考えてございます川<長>ぜひですね、この生活習慣病を抑制するために、先ほど申し上げましたあのウォーキングのポイント制、ぜひですね、えー 研究はやらないということではなくて、前向きにあの調査をしていただきたいなというふうに思います。高齢者の方々は社会に役立って、ウォーキングやボランティアや、やっぱりその対価を、ですねやはり成果をきちんと称えることによって、やはりあの結果が出てくるというふうに思っております。時間がなくなってまいります最後にです、ね、地域包括ケアシステムの問いについて、再度の質問いたします。まずでですすねねこの見守り体制です、ね 特にこの介護と医療の連携ということにつきましては、この8月からやった認知症高齢者に対する連携事業がスタートし、これが拡大していくものではないかというふうに思うんですね。この拡大についての考え方が一つ、もう一点は、地域フォー支援センターの体制です。もう図柄っていうのは、もう介護保険、平成2年からスタートしてます。 もう出来上がっていると思います各7つの地域包括支援センターごとにも、すべて図柄はできていると思うんですね、あとはマンパワーを生かして、どういうふうに構築していくかということだと思うんです、えー、部長答弁では、地域のニーズとか、まあ、調査、分析をするなどと言ってますけれども、もうそれはもう出来上がってて、あとマンパワーをかければ出来上がるというふうに私は思うんです、あと1年なんです、平成26年度、事業に対して、やっぱり予算をしっかりと地域包括支援センターの委託料とか、あ あの人的な派遣をしっかりと踏まえた26年度の予算にしていくということを、再度答弁を求めて終わります健康福祉部長えまず、地域包括ケアシステムについてのお正しいでございました。今、私どもが連携会議を組み立てようとしているのは、一つ、認知症関連のケアシステムが一つあるかと思います。 でこれは認知症というふうに言葉がありますけれども、それにどんどん、えー、例えば高齢者であったり、障害者であったり、えー、健常者の方も加えますと、すべての人が関わる地域包括ケアシステムというふうに横展開していくべきものというふうに考えてございます。でこの考え方がが先ほどご答弁申しし上げました地域福祉計画にもつながる 包括ケアになながっってていいいくものかなという,ふうな認識を持ってございますですから当然、拡大基調になるというふうに考えてございまして、今、えー、昨日、医師会の専門員9名の先生と初めて、えー、健康福祉部の担当職員との打ち合わせ会を持ったところでございまして、今後、定期的な情報交換を踏まえながら、できるだけ早期に、えー、そのあるべき姿を見出していきたいなというふうに考えてございます。 それから地域包括支援センターにかかるマンパワーの問題です。でこれはあの来年度条例提案を予定しておりますけれども、国の方からその位置づけについては、市町村が条例で規定するというふうに、一括法で定められましたので、これの準備を今、進めているところでございます。こういった中で当然その先には 第六期の介護保険事業計画があるわけでございますので、その中でそのマンパワーの確保、予算の充当についてもしっかり検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。暫時休憩をいたします。えー、再開を十四時四十分といたします。